俺の名前は花岡チート26歳。大学同期のデンガーと昨今の学校教育の話で盛り上がっていたら、背後から近づくよくわからない魔法使いに絡まれて気を失ってしまい、どういうわけかわからないが、目が覚めると俺は、顔が縮んでしまっていた。さあみんな、世界史の47ページの教科書を開いて。はーい。さあみんな、問題ね。サラバトール・ダリが迫り来るスペイン内戦を予期したかのような絵のことをなんて言うでしょう。わかんないなこの問題、一般正解率はわずか 2.3%、 貴様ら下等生物には当然わかるわけもないよな。ほら答えてみろよ、この雑魚どもが。じゃあこの問題、ノエリンちゃん。私ウンポーコしかわかんない。ノエリンちゃん、なんでそんなことしかわからない。ノエリンちゃん、バカだね。茹でたインゲン豆のある柔らかい構造、かっこ内乱の予感。どうしてわかったの？サラバドール・ダリとスペイン内乱という言葉からピンときました。この絵は1936年に描かれたもので、その6ヶ月後にスペイン内乱が起こったことから、ダリが潜在意識には予言の力があると気づいた作品なんですよ、先生。ねえねえチートくん、どうしたん？駄菓子屋行って当たり付きのお菓子買おうよ。今なら当たる確率が2倍なんだって。ああ俺はいい。10円の当たり付きお菓子1個における当たり金額の期待値はおよそ 0.16 円、場合によったところで 0.32 円。10円払って 0.32 円の見返りしかない低金利な投資に誰が付き合うの？そんな暇あったら家で数学の勉強でもしてれば。分子間に働く微小な力のことを何て言いますか？ファンデルワールス力。アゾキを使って電線ジアゾカップリング。円に内接する三角形の面積を求め。なあ先生、なんで学校なんて行かなあかんの？学校の連中のレベルが低すぎて退屈すぎてヘドが出ちゃうんだけど。でもね、チータ君は本当に頭がいいけど、学校は義務だから行かなくちゃいけないんだよ。ごめん、ちょっと先生、親が教育を受けさせる義務っていうのはあるんやけど、子供が学校に行く義務っていうのはどこにも明記されてへんねんな。それについてはどう考える？あ、もちろんもちろんね、まあ、そこに関してはね、先生分かってたよ。だけどね、あんまり学校に行かないと先生から態度悪い生徒だと思われちゃうんだ。そこにいました。どう思うかな？不登校とは、多様な要因背景により結果として不登校状態になっているということであり、その行為を問題行動と判断してはならない。不登校児童生徒が悪いという根強い偏見を払拭し、学校家庭社会が不登校児童生徒に寄り添い、共感的理解と需要の姿勢を持つことが児童生徒の自己肯定感を高めるためにも重要であり、周囲の大人との信頼関係を構築していく過程が社会性や人間性の成長につながり、結果として児童生徒の社会的自立につながることが期待されると文科省が言ってるんだけど、これによると学校の先生が僕のことを悪い生徒だというのは早計なんじゃないのかな。共感的理解と、じゃあ、需要の姿勢を構築していく過程、はい、需要の姿勢を持つことが、難しい、やばい、疲れた。